おい、こら、オープニング車の整備動画ではないよね。違うよ、整備士に見えるか。俺が結構見えます。なんならなんかベテラン整備士でなんか新人で新入社員みたいな状態になってますから。よろしくお願いします、ジジイ。ちょっと待って、後ろにちょっと来てもらっていいですか。しゃんだよ。しゃがんでいいですか。厳しいんだよな。じゃあ、後ろです。ここから多分根が生えてきますね。育てましょう。水かけましょう。っていいよ。ただいていいです。で、ここが、まあ、新人を研修するための研修センターやね。だから最初から工場に入れると思うのよ。ここで、丸一日、山で獲得したものしか食べれない24時間生活をクリアしてから、初めて工場での仕事を与えられるということで。ということは、はい、山に取ったものだけで、24時間生活、第2弾めちゃめちゃスケールがでかくなったわけなんですけど、今回は前に僕と A さんとブチコさん、大杉さんで4人でやりましたね。カップラーメン食べたんじゃないですか。食べました、はい、今その場所に来てます。はいはいはい。で、山めちゃめちゃ広いんですよ。A さんが独自のルートで仕入れてきた山がどっからかは僕は知らないんですけど、仕入れてきたっていうのはもう闇うだいでとなっちゃうで、ということで、とにかくもう本当に山が超広いわけなんです。はい、ね、とりあえず今回は AJ 山で獲得した、はい、食べ物だけで24時間生活やっていきたいと思います。なんか天ぷらとかにしたりとか、まあ、いろいろ調理に使うと思うんで、水と今回調味料だけは確保させていただいております。まあ、あとはフライパンとかね、そういう系とかはちょっと持参して持ってきてるんですけども。あ、何、うわ、あれを見ろ。しゃがんだ方が見やすいかもしれない。もうちょっと立ってしゃがんでって。痛っ。公共の場所ないんで、何でもやりたい放題かなと。まあ、セクハラです。おい、なんでだよ。証拠映像撮ったんで。先輩のこの態度はなんだよ。申し訳ございませんでした。はい、ということで、じゃあ、やっていきます。行きますか。テントやります。テント行きましょう。設営、レッツラーゴー。全然合わないんだから。俺今日のためにかなり腹すかしてきてるから。こんな腹減ってます。腹減りまくってるね。おお。早いね。早いんだよな。スピードが早いんだよ。まだ手具は打ってないけど。マジで？全然近くに来たいんだったら来てくれてもいいやね。パスはないけど。お、虫だ。虫いる？虫単位。ハイみたいなやつがいた。樹海さんではない。うん、俺じゃない。はい、ちょっとペグ失礼しまーす。嫌だよ。なんでだよ。え、雷鳴ってない？ねえ、ゴロンって鳴ったよね。ねえ。てか、なんか、設営めっちゃ早くなってる。いや、そうなんだよね。めっちゃ慣れてる。飯はまだかい？飯はね、取ってこなきゃねえんだわ。ディズニーのなんか子供じゃないよね。ということで、設営完了しました。いや、慣れてきたもんよ。慣れてきたもんなんだけど、やっぱ結構時間かかりますね。ということで、はい、もうお昼なんですけど、うん、今から食材取り行って、はい、晩ご飯作りましょうよ。どうします？一回二手で分かれたりします？あ、そうだね。で、まあ途中でもし必要であれば合流する？そうしますか。オッケー。あれ使おうかな。何を使うの？あは、樹海先輩が小学校の時使ったランドセル。なわけねえだろ。30、40年前はランドセルが多分あったんで、これは、やっぱ80年ぐらい前ですよね。80年前に使ってたんで、その時当時11歳、小学校5年生なんで、今91歳。1だね。よいしょ。じゃあ、行ってらっしゃい。おい、なんで俺だけ食材集めてないかなってんだよ。まあ、ただ俺はもう行くぜ。お願いします。じゃあ、野草を探し班、樹海、行ってきます。目立つなこれ。お、早速食えるもんあった。え、ちょっと待って、タンポポあるじゃん。よし、もう早速ちょっと。しかも旬の季節じゃない？そうかも。タンポポ見つけました。ということで、ちょっと早速回収していきたいと思います。
よし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 。ちょっとタンポポだけだとまだまだ味気ないんで、なんかできればさ、果物系とか見つけていきたいんですよね。お、おい、やばい、ちょっと待って、これは絶対食えるってやつを見つけました。つくしです。つくし結構あんのか、これ。もう今この時点で2つあります。いや、つくしとか多分天ぷらとかでいけるんじゃないのかな。よし、こちらね。いやー、まだ開始からそんな時間経ってないですけど、結構今回調子いいな。あ、タンポポだ。オッケー。これフキだっけかな。これフキかな。これフキだよね、完全にフキだ。オッケー、これはいける。よし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 、吹きゲット。で、ちょっとさらに上の方上がってみっか。え、なにこれ。これはなんやね。なんかいいのないかな。うわ、果物かと思ったらなんか違う。花かな。うわ、山芋とか見つけたいな。いや、つくしはマジでもっと蓄えときたいからね。ここら辺だったと思うんだよな。ここら辺。この辺りにつくしあったんで、ちょっと見てきます。あ、あった。さらにつくしを発見。4つ？ 4 個もある？今回はマジで主食、今回の主食マジでつくしになりそうっすね。すごいの見つけました。これ確か食べれるんじゃなかったかな。多分ゼンマイってやつだと思うんですけど、この丸まってるやつ、これ確かすげえうまいと思うんだよな。え、ちょっと取っていきたいと思います。買って、え、こっから抜くの。いや、無理だな。すげえすげえ、こんな感じになってんだ。え、多分食べれると思う、これは。あ、すごい、いっぱいある。いいよいいよ、今回絶好調。はい、つくし。んで、さらにつくし。さらにさらにつくし。これは違う。ここもつくし。で、こいつもつくし。で、これもつくし。いや、ありすぎでしょ。AJ 山すげえな。食べ物の宝庫だ。ということで、かなり集め終わりました。いや、相当もう食べれるもん見つかったんじゃないかなと思います。なので一回ちょっと戻りたいと思います。つくし、つくしがね結構生えてんだよね、やっぱ。あとね、フキのと割っちゃったんですけど、こういう若いフキがね結構出てるんで、その辺を取れたらなと思います。いや、でもあれだな、山は冷えるぜ。この辺とかめちゃくちゃ吹きあるんだけど。ということで、僕の方もいろいろね、ちょっと探しながら集めたものを最後樹海さんのカゴの中に、ね、全部ぶち込んでいきたいなと思います。まあでもあれだな、吹きかつくし、この時期あとタンポポ、タンポポももう来てるな。いや、ちょっと待って、栗があるけど、これ何も入ってない。まあ、栗はちょっと季節違いかな。ちょっと待って、一回戻ろうとしたんですけど、ここにとんでもない楽園を見つけました。お、やばいぞ、ここにつくしの楽園がある。いや、もうやばいよこれ、100本以上ある。多分なんでこんなにあんのここ。お、すげえ、え、すごい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 。これは食べ応えがある。これつくし24時間生活。姉さん、これからどこ行くんすか。え、走り込みよ。お、行ってらっしゃいませ。じゃあ俺ちょっとつくし取ってるわ。走り方よ。はい、ということで、ということで、こんだけね、いや、めちゃめちゃ取ってきたね、すごいよ。ということで、はい、まずちょっと今回のラインナップ紹介していきたいと思います。はい、左からタンポポ、タンポポ。2番目、左から2番目、フキ、フキ、ホッケ、ホッケ、フキ。で、こちら、まあ、多分今回のメインディッシュ、つくし。別名つくしもね。本で調べたら。本で調べたら別名つくしも、確かにそんなこと言ってたね。で、おそらく、ゼンマイさん。マイゼンシスターズ。そうです。見てる？マイゼンシスターズ。見てるか？で、ということで、まあ、これからなんですけど、まずは、取ってきた食材の下準備をして、で、下準備が終わった後で、はい、茹でたり。ああ、そうですね。天ぷらとかね。ああ、やりたい。いろいろやっていきたいと思います。はい、なので、まずはこれから二人で、下準備やっていきたいと思います。はい、ありすぎだろ、ありすぎだね。下処理の鬼かよ。ほんだ。めっちゃ綺麗にケツ取れてるよ。天ぷら粉、シェイキングタイム。やばいよ、これ。いい。またやばい。もうこれいっちゃいますわ。